皆さんこんばんは。 AKB48 チーム照島県代表ののんのんこと奥本やんです。よろしくお願いします。ついにですね、髪の毛を切ってしまいました。キャー、ついに切ってしまいましたよ髪の毛。めっちゃ急いで帰ってきた。めっちゃ急いで帰ってきた。短くない？結構短くない？美容室の担当の方にはあざとい感じに仕上げてくださいって言ったんですよ。したらこうやってやってくれました。はい、本当似合ってる。本当に嬉しい。でも指通りがね、ほらもうここしかないの。そう、指通りが全然違うわ。何センチ切ったかな。こんぐらいまであったから、こんぐらい切りました。いや本当ありがとうございます。温暖化で小屋やったことある？あります。温暖化で小屋行動あります。10センチ以上だね。そんぐらいかな。10センチも切ったかな。でもわかんない。サラサラ今日髪の毛乾かすのが楽しみだわ。絶対秒で乾くよね。ボワンで乾くと思う。楽しみ。あ、皆さん今日もですね、なんとですね、めっちゃもう絶対ボブにしてこれ着たら絶対可愛いだろうなっていう服をね買ってきたんですよ。絶対可愛いだろうなっていう服を2着購入してきました。めちゃくちゃ可愛くて気絶した。本当ウルピー、ウルピーは今日もデコルテが美しい。買っちゃいましたよ。なんと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 買っちゃった。なんか本当はアクセサリー買おうと思ったんだけど、アクセサリー買うのは明日にするわ。今日は服をメインに買った。明日はアクセサリーを買う。見たい？見たいですか？今日買った服楽しみだ。絶対めっちゃ楽しみなの。こんばんは、こんばんは。かわいい。ほんと短い。なんかさ、あのさ、癖でさ、こういうのが癖なんですけど、なんかね、さ、あのこの前まではさ、ここまであったんだけどさ、ないのよ。パンパン見せれる？うん、下にあるよ。下にあって取ってきたら見せれるよ。取ってくるか、取ってくるか、取ってくるか、取ってくるわ。ちょっと待ってて。ちょっと待ってて、取ってくるから。今からもうバタバタで配信始めちゃったからさ、何の準備もしてないの。取ってくるね。ちょっと待っててください。ね、10秒数えててください。10秒で戻ってきます。10秒です。いや待って、まだスタートしちゃダメだよ。まだだよ。いくよ、よーいスタート。
に合ったよ。全然間に合ったよ。全然間に合った。取ってきた。取ってきました。じじゃーん。買ってきました。それでは皆さんにご紹介したいと思います。今日は2着購入しました。これはヒアノがいつも言ってる美容室のトートバッグ。なんかトートバッグくれた。レッスンシューズでも入れてくださいってくれました。トートバッグぽい。それではご紹介賜りました。お洋服を紹介したいと思います。もうね、ボブできたらもう絶対に可愛いと思うのよ。本当にどっちから紹介しよう。でまずちょっと大人っぽい目、大人っぽい目の方から紹介したいと思います。トゥドゥーン、トゥドゥーン、トゥドゥーン。ニット生地でして、こちらはニット生地なんですけれども、ちょっとあったかいね。だからこれはなんと、なんとね、私の大好きな、私の大好きな、開いてるんですよ、ここが。見て、私の大好物、どっか開いてる服、開いてるんです。肩、デコルテか肩にかけた部分が開いております。ニット生地でロングワンピみたいな、結構長め、膝上くらいかな、膝上くらいのやつです。めっちゃ可愛くない？私の大好物です、穴開いてるの。そう、ミスさんのイメージ通り。そうでね、これなんと萌え袖もできるし、膝丈で、膝上丈で、可愛くない？これ絶対ボブできたら可愛いと思うんだよね。可愛い。可愛くない？絶対買って正解だよね、こんなの。超可愛くない？着るの楽しみだにゃん。今着替えません。楽しみです。今着てる服はめっちゃ素敵。これ見せたことないっけ？嘘、これ見せたことない。これはこれも割と最近買ったんですけど、ちょっと待って、カメラを引いて、こんな感じです。これワンピースです。ワンピースで、ここにねベルトみたいなのがついてるの。え、ウエスト細っ。ロングワンピです。これは足のここの付け根、みぞおち、みぞおち、くるぶしから。くるぶしから30センチぐらいかな、30センチくらいの開けのやつです。かわいいですね。ロングです。これ見せたことないっけ？今度インスタ載せよう。じゃあかわいいでしょ。続いて紹介したいと思いますのは、これはねもう最強だと思う。ヒアノは本当に最強だと思うのがあって、もうこれを見た瞬間にこう絶対このボブで着たら絶対可愛いと思ってもう購入しちゃったんですよ。見たいですか？これも膝上ぐらいの丈なんですけれども、さっ、あ、まあ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 、
3、2、1、ででーん、可愛くない？それがちょっとフリフリになってて、これはどこも開いてないんですけど、これなんていうのかな、ニットワンピ、セーターワンピ、セーターが長めで長いんですよ、ほらワンピースみたいな感じで、可愛くない？めっちゃ可愛くない？一目惚れして買っちゃったの。どこも開いてないけどまあこれは足出せるからいいかなみたいな。これで一着です、ほらこれで一着、めっちゃ可愛くない？可愛いです。これもね、膝上ぐらい、膝と同じぐらいか膝上かぐらいなんですよ。超可愛い、可愛くね？え、可愛いよね。ね、これがねニットではないんですけど、なんて言うんだろう、これはこの生地は可愛くない？可愛くない？やばくない？これ超可愛くない？絶対この冬絶対500回は着ると思う、この冬にこれ色が結構あって、濃い茶色とか黒とか水色とかもあったんだけど、なんかボブってさこういう色のイメージがあって薄い茶色にしちゃいましためっちゃ可愛くないですか？一人で決めたの、一人で決めた、早く着てみせて、楽しみです。私も着るのも、着るの超楽しみです。素材はこだわらないデザイン重視、え、でもどっちもかな、なんかどう、うん、でもデザイン80素材20みたいな感じです。センサーありすぎ、本当？ちょっと当ててみていいよ。可愛くね、え、可愛くね、めっちゃ可愛いと思うんだけど、セーターの柄もめっちゃ可愛いと思うんだけど、服は髪切る前から寝るたな、うん、想像して買っちゃった想像して買っちゃった。他に迷ったの、ほら前あるよ、他に迷ったのはね、なんかあのここがフリフリになってて、どこも開いてないんだけどここがフリフリになってて、でこういう形のやつですごい可愛いのがあったんですけど、ニットじゃなくてシャツみたいなやつで、めっちゃ可愛いやつもあって、あとセットアップが欲しかったんです。私はセットアップを求めて行ったけど、もう可愛いのがあったから買っちゃったっていうやつですね。そういうやつです。明日はね、もうずっと欲しがってたアクセサリーを買いに行きます。ずっと欲しいと思ってたやつを買いに行きます。めっちゃ可愛いのよ。でもね、何個か迷ってて、4個ぐらい候補があって迷ってるの、どうしようと思って。一人で決められないからママと行こうかな、明日ママと一緒に選びに行こうかな。本当に可愛くてさ、一人じゃ決めれない。4つぐらいね、4つぐらい絞ったの、ちゃんと絞ったんだけど選べなくて。めっちゃ可愛いのよ。ハンドメイドでね、すごい可愛いお店があって、そう、究極の選択なの。そう、セットアップで流行ってるの、流行ってるんじゃないかな、ずっと流行ってると思う、セットアップは。4つ買う、いや4つ買うのもね割とありなんだけど、なんかあの私最近無駄遣いしないようにしてて、そんな何個も耳ないでしょって思われるからま買って2つなんですけど、4つまで絞ったんですよ。
迷いどころだよね、本当に本当に迷いどころ。どうしようかな。誰か明日一緒に買い物行かん？選んでくれん？イヤリングの方ね。うん、イヤリング、アクセサリー。候補何個あったの？候補はね、12個あった。で、4つに絞った。でも選べない、もう全部可愛いの。どうしよう、全部か、本当に全部可愛いの。イヤリングです、全部イヤリングです。めちゃめちゃ可愛いのよね。絶対この服とかに合うのよ。だから明日この服を着てボブを可愛くして選びに行く。どれが一番似合うかなって。ネックレスかと思った。イヤリングなんだな。12から、そう、12から割と絞ったよね。割と絞れたんですけど選べない。あ、全部買っちゃうとか言う人おるやん。部屋は無駄遣いしないんで、無駄遣いしないんで。2個自分で買って2個買ってもらう。いや、多分買ってくれない値段だと思う。無駄じゃない、無駄じゃない、本当？本当に？本当？ハンドメイドとかまたでしょ？めっちゃ可愛いの、本当に本当に可愛いの。もうゲットするしかないと思ったんだけど。じゃあ待って、明日さ、明日17時ぴったりねに1から4どれがいいですかってみんなに数字聞くわ。で、一番最初に言ってくれたやつを買う、数字。一番最初の誰かが1から2と1234で答えてくれたやつを買います。明日お店行って自分でこれが1でこれが2でこれが3でこれが4って決めて、1から4どれがいいですかって7個で聞いて、コメントで一番早かった人のやつを買う。そうする、そうしよう。そうしよう。だ、全部欲しいんだもん、全部欲しいんだもん。全部欲しいんだもん。だからどうする。12番で、そんなんね。そんなんね。17時、一人ぴったり。マジね、本当に可愛いのよ、もうね、マジ可愛いから。楽しみにしといてください。超可愛いから。なんか言っちゃうと、あ、1個目がなんか金と赤と白で、なんか結構デカめのデザインで、で縁が金で、なんか赤い飾りとか金、あの白の飾りとかがついてる結構大柄のやつ、丸めの、 細丸みたいな感じのやつが1個と、あの円の中に、円の中にパールとかその金の飾りとかが垂れ下がってて揺れるやつ、それが結構ね大きめの円でここにあるのよ。これが1個。あと1個が、あのリボンで、金のリボンで細いリボンがあって、細いリボンがあって、この紐のところもすごいすごい長くて、多分この辺までくるんじゃないかな、長くて、でそこになんかパールとかがついてるやつで、あと1個がイヤーカフなんだけど、ここにつけるやつで、すごいごついのよ。それなんかイヤリングと似てて、赤とか金とか白とかのなんかイヤーカフなんですけど、かわいいのよ、かわいいのよ。大きめがない、大きめが欲しいのよね、大きめが欲しいのよ。今のところリボンのやつが、え、かわいいよね、リボンのやつめっちゃかわいいの。今ね、だいぶその本当に本当にどうしようと思ってさ、マジで大人っぽいのばかりかな。イヤーカフはね、割と大人っぽいと思う。
リボンのやつとか多分大人っぽくはないかなって感じ。似たやつは持ってるの？持ってない。似たやつ持ってないです。可愛いものに目移りしすぎなけん。それな。やばい、イヤーカフが見てみたい。イヤーカフもね可愛いのよ。可愛いの。どうしよう、迷ってきた。でもあのみんなにかあの写真は見せないよ。写真は見せないで数字だけ選んでもらって、その数字の番号のイヤリングにします。そうする。でリボンのやつほんと可愛いよ。マジで可愛い。どういう大人っぽさがありそう。どういう大人っぽさかな。でもなんかできる女感出したいんだよね。なんかこういうと絶対仕事できるだろうなみたいな。この人絶対仕事できるだろうなみたいなやつがいい。迷う時間を節約して全部買う。いや本当は全部買いたいのよ。全部買いたいんだけど、他に欲しいものがたくさんあるのよね。だからあのイヤリングだけにお金を使うわけにはいかないのよ。貯金もしなきゃだし。全部買っちゃおうかな。別に貯金しなくていいかな。全部買っちゃおうかしら。いや買わないよ。1個って決めたもんじゃん。いやでも可愛いよな。だって見せるやつだから別に買っても無駄ではない。無駄ではないよな。無駄ではないよね。別に貯金しなければいいんじゃね。いやでもどうしよう。ママと一緒に行く。やっぱりママと一緒に行く。どうする。そうマジ本当に天使と悪魔ここにいるから。月に一つから。あそれもあり。それはそうしようかな。月に一個の一回の楽しみにしようかな。それも全然ありだわ。もう本当に可愛くてさ、やっぱこういう時に女の子やっててよかったと思うよね。一応ヒャノも今は人間の女の子させていただいてるわけだけど、今はね、今限定だけど、今はさやっぱ人間の女の子やってるけど、なんかこういう時にねちょっと可愛いの最強だよね。元はね、何、元はコガネムシ。元はコガネムシだよ。でも前の前はカブトムシやってた。で前の前がお米、うん、やってました。今はまあ人間の女の子だけどね。何が一番良かったかな。でも一番良かったのは、一番良かったのがあのパリの大富豪の猫ちゃんやってた時が一番楽しかったかな。うん、ずっとね可愛がってもらってた。可愛いねーって言われてた。だからそうでしょって思いながら尻尾フリフリしてた。うん、パリの猫ちゃんやってた、あの大富豪の猫ちゃんやってた時が一番楽しかったかな。あの猫ね、そう、あの猫ペルシャ、ペルシャです、ペルシャ。あの時の猫、覚えてくれてんの、もしかして。そうなんですよ。ヒャノちゃんのアチュアリはファンタジーでできています。そうでございます。魚食べてた。なんかこう、なんか魚はね、あのあんまり栄養ないからさ、あれだったんだけど、なんかそうそうコガネムシの思い出、コガネムシの思い出はね、コガネムシ時代案外さちょっと少なくて、コガネムシ時代の思い出がなんか死んだ日は覚えてるんだよね。
多分この中に部屋のことをふ踏んだ人がいると思うんだけど、実は今このショールーム見てる人の一人にコガネムシ踏んだ覚えある人いない？そういない？いるっしょ。だって見覚えあるもん、みんなのこと。そう、今から約17年前かな、17年前に道路をね歩いてたんですよ。テクテクとテクテクと歩いてたら踏まれた。痛かった。そうで、あまりにかわいそうな死に方をしたから、神様は今度は人間の女の子をしてあげようって言ってこうなった。やっぱ根に持ってる。いやでも結果的に人間の女の子やれたから、まあ別にそんな気にしてはないかな。根に持ったタイプだけど。カブトムシ時代の餌あげ忘れて行ってしまったんでごめんね。大丈夫だよ、あの時はどうもありがとう。まあ約それが18年前、17年前ぐらいかな。そうかな。あとでも一番大きいものになったのがね、ティラノサウルスになった時かな。まあ死に方は氷河期来ちゃってさ、死んじゃったんだけどさ、マジ寒かったよあの時。今と比べ物にならないくらい寒かった、氷河期。マジでティラノ死ぬかと思ったもん。まあ死んだんだけどさ。氷河期で死んだんですけど、それが一番大きいやつかな。それが一番大きいものになった時かな。俺を食べたティラノサウルス、ごめん。あの時めっちゃお腹空いてたんだよね。めっちゃお腹空いてたの、食べちゃった。だからごめんよ。痛かった痛かった、もしかして。あんま痛くないように食べたんだけど。何回転生したの？覚えてない、転生しすぎて。ドイツが美味しかった？ドイツ、でもだだミッサーかな。ミッサーとはね、マジティラノ時代から仲良くて、うん。すごいバカみたいな会話してた今。ミッサーなんだの。ミッサーはねアリさん、ミッサーはアリさんだった。ミッサーはティラノ時代のがティラノ時代はアリさんだった。ちょっとこの会話はたから聞いたらすごいおバカさんだからやめよう、やめとこ。後ろ姿にトゥ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 、短い髪の毛。みんな知ってる。嘘嘘。今来た人は本当だよね、ごめんね。インスタいっぱい待ってる。また任せて、明日撮るから。初めて見た人は何の話かついていけないよね、本当だよ。でも平野のショールーム見てくれる人大体みんなノリいいから大丈夫。みんなノリいいから会話乗ってくれるから話しやすいわ平野も。平野がボケたらさ、ガチで捉える方たまにいるんですよ。
友達とかでもそうだけど、なんか初めて、あ、初めまして、だ友達の友達みたいな、友達の友達みたいな人とか、初めましてってさ、なんかさボケるやんか、日常会話でさりげなくボケるんだけど、えみたいな、えそうなんですかって、えみたいな、えー、って一つは髪切った感想あったん？うん、さっき充電器取りに行ったら、なんかボブになってるって言われました。なんかボブになってるって言われた。そう、いや、間に受けるんかい言うて。あのね、なんだったっけな、なんか誰だっけな、待って、浜辺美波さんと、あの浜辺美波さんと、あ、横浜流星さんだ、その2人のドラマを見て、めっちゃ可愛かったよねみたいな、その2人がチューしてたんですよ。だからその話をしてて、あー、でも浜辺美波さんとチューしたいわって言ったら、えみたいな、え、そっちですかみたいな言われて、いや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 みたいな、え、そっちですかって言われて、ちょっと困っちゃったよねちょっと反応に困っちゃった。ヘノはあみたいなツッコミ、そうなんですよ。めっちゃちょっと真に受けられちゃうとね、真に受けられちゃうとちょっと困っちゃう困っちゃう、ヘノちゃんも、ヘノちゃんも困っちゃうわ。ちょっと困っちゃうよね。だからあんま初対面の方に、の方の前ではちょっとボケないようにしてるんですけど。後ろ姿に、そう、お互いに困っちゃう。まあミスターしか勝たんからな。今日も歌あるの？今日の歌？イヤホン下に置いてあるわ。じゃ月の水鏡歌うね。あれで、地声で。川の水面に映った月を手のひら、なんか音程違う？かかか川の川の水面に映った月を手のひら差し出しすくい上げた、冷たい水が指の隙間をこぼれて何も届かない、大事なものは触れることなく、ただそっと見ていればいい、愛しさは愛しさのままで、心の奥の片隅照らすように、あなたに会いたいよ、わがまま言ったら誰か傷つけてしまうでしょう、叶わぬ夢はここに置いて行きたい、思い出せるくらい遠くから愛している。素晴らしい、素晴らしいね、素晴らしいね。選んでレインボーレインボー、恋するから、から7人の中の一人を、どの子が好きなのレインボー。素晴らしい、 Thank you、 Thank you。
Thank you. Thank you. Do 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 do. 目を合わせて見つめるだけで。パッパラパッ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 。お、コバさん、あったたくさんありがとうございます。ありがとう。話し合いでなんとかなんと。君に似合うと思ったんだ。グレンチェックのマフラー。見たことない景色が僕らの制服クリスマス。特別な日なのにごめん待たせちゃって。夕暮れの乾いた風、君のスカートが揺れる。大丈夫、私もさっき着いたところ。少し赤くなった鼻で恥ずかしそうに笑う。周りにはまだ内緒にしよう。二人の世界が始まる。君に似合うと、ん？なんか遠くね。君に似合うと思ったんだ。グレンチェックのマフラー。繋いだ手のひらから好きが溢れる。コンビニケーキ、冷めたチキン。完璧ではないけど、これがきっと幸せ。僕らの制服クリスマス。世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日も思い出すわ。メリークリスマス and I love you。メリークリスマス。今週中にはバイトも決めたい。来週には彼氏を決めたい。まあそういうこっちゃでドタバタするわ。だったらあかんかった。なんかさ、歌ったらあかんけどさ、歌いたい曲めっちゃあんのよ。ゲレンデが解けるほど愛したいとか、めっちゃ歌いたい。あと今年最初の雪の待って、忘れちゃった。なんだっけ、なんだっけ、ゲレンデが溶けろと愛したのサビなんだっけ。今から全然わかんない。本当切っちゃったよ、ついに。なんだっけ、待って、忘れちゃった。わ、気持ち悪い。なんだっけ、気持ち悪い、気持ち悪い。なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ。ゾワゾワする、思い出さないと。あ、そうだ、絶好調、熱いハート、ドド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 
好きですこの歌めっちゃ聞く最近。静かにしときますね。ちょっとめっちゃ歌いたいんだけど、なんかさ歌えるとこないのかな。ないよね多分ね。なんか冬の曲って名曲ばっかりだよね。インスタライブでまた、あ確かにインスタライブで歌えるやん。そうだわ、そうだね、インスタライブやろうかな、いつか、いつかねいつかいつか。お、ケンオパチさんハートとバラ、ありがとうございます。そうと、オリビアを聴きながらも割とあれ冬の曲じゃない？違うかな、知らんけどまたねいつか機会があれば歌いたいんですけどね。あとバックナンバーさんの冬の曲とかも。大体ね。うん、カバさんバラありがとうございます。なんかバラが2種類あるのね。かわいいかわいい。聞きたいですね。歌いたいですよ。土日とかね時間がある時とかにさインスタライブしたいんだけどな。カラオケ全然行ってなくてさ本当に。うん。行きたいんですけどね、なかなかね。なかなかね。カラオケ行ったら最初何歌うの？恋人失格ですね。ちょっと喉鳴らして、これあのこれ沢さんの恋人失格歌います。だけども君の大好きに笑顔でなるるるって感じ。怒られちゃうから、歌ったら大丈夫だ。もう歌わない。まだね機会があればインスタライブしたいと思います。だってさなんかやってみたい企画が1個あってさ、土日とか時間がある時にさ、あの私の弟って、まあ弟って男の子なんですけど、だからメイクとかしたことなくてあんま多分知らないと思うんですね。だから弟に何にも言わずに何にも教えずにメイクしてもらってみたいみたいな。メイクをそうしてもらうの弟に、あの何にも教えないで、これがなんだよとかも言わないでガチでメイクしてもらってみたもやってみたいんだけどね。手だけ出演で手だけ出演させて面白そうだよね。そう楽しそうでしょ。いつかねやってみたいですね。実はメイクしてたりしてあんな色黒いのに。こんばんは、こんばんは、かわいいんじゃ。 Thank you。 絶対断られるやん。どうだと思う？でもショールームならやってくれそうなんだけどな。頼めばね。ちょっとガチでやってって一回やってみて。報酬1000円で報酬1000円で一回やってもらおうかな。とんでもなくうまかったらさらに、もう確かにもうそれだったら毎日やってもらうわ今度ね、今年中にできたらいいな。弟くん割と金で動くんで割とお金で動きますね私の弟は。多分1000円ちらつかせたらやってくれると思います。
あの大人の権力で、大人じゃないですけど姉の権力で弟を動かしたいと思います。可愛いでしょ、うちの弟めっちゃ可愛いんだよね。手だけでも可愛いの伝わると思います。でも今隣の部屋にいる、隣の部屋にいて多分友達と電話しながらゲームしてると思うんですよ。さっきこうやしてました。まずじゃあ分かった、ちょっと部屋の交渉の仕方、まず500円、まず500円を渡します、これでやってくれない、でいやこれはって多分言わと思って、じゃあこれでっつって捨てます。いける、冬も来るのかな、マジで年から年中黒いね、うちの弟うちの弟本当に年から年中黒くて、マジ夜一緒に歩いてたらどこにいるか分かんないから。やり方がプロ、本当。マジうちの弟本当に年から年中マジで黒いの。時間大丈夫かな？時間大丈夫そう？ボブ似合うな。ボブ似合うな。やけ、うん、うちの弟くん本当は白いのよ。まあヒアンと同じぐらい白いんですけど、なんか黒いんだよね。ボボ似合うな。こうやったらね、なんかね大人っぽくなっちゃうんだよね、部屋の顔面が。こうしたらこっちの方がねアイドルっぽいのよ、顔面が。わかる？なんか違くない？こうやったらねなんか大人っぽくなっちゃうの、こうやって、ほらこっちの方がアイドルっぽいのよ。なんかいつも写真撮影の時とかこっちにしてます。わかるかな、顔面のさ、こっちの方がなんか温かみがある、こっちはなんか鋭くない？かわいいセリフを一言お願いします。了解です。それではかわいいセリフをね、3、2、1、マシュマロが食べたいな。マシュマロ食べたい、マシュマロが食べたい。かわいい、かわいい、ん、かわいいっしょ。マシュマロ食べたいってかわいくないセリフ。ミスター見る、切るって言ったけどまだ見せてない。多分期待してたの違う、マジで。だってわかんないんだもん。マカロン、マカロン食べたいな。いきなりでごめんね、ずっと前から好きでした、時々言う。皆さんにご報告があります。私奥本ひなのは結婚します。ヒアルのあの結婚の写真撮る時の、あの芸能界の人が、あの結婚しました写真を撮る時のポーズの仕方、
絶対こうやっているよね、こうやって。結婚します。まだいるだって。ごめん言っちゃった、嬉しくてつい言っちゃったよ、ごめん。まあこっち右手だけど。こっち右手だけど、こっち左手、こっち右手。芸能界の人が新聞載ってる時の写真の撮り方。違う違う違う、そう角度練習しなきゃ、やっぱりこうやって。部屋のどうやって撮ろうかな。プロポーズの言葉は聞きたいですか。プロポーズの言葉、プロポーズの言葉は聞きたいですか。毎日一緒におでん食べましょう。でもああいう時さ、めっちゃ半目だったらどうするんだろうね、こうやって。どういうポーズがいいかな。やっぱこうか。これがいいじゃん。これ見出しに結婚しますって書いてあって。しんど。ファッション誌の表紙、ファッション誌の表紙は指は見えない。何がしたいん、ひなのちゃん、何がしたいん。結局今何歳じゃ。17歳です。17歳、まだまだやろうが。でも私20歳になったら婚活パーティー行くって決めてるんで。いや婚活パーティー20歳になると行けんが。でもあのマジヒャの、私彼氏できたらもうその日にゼクシー買うから。もうできた、もう3分後にはゼクシー買ってるから。もう3分後にはもうゼクシー10冊くらい持ってるから。だからいや、なんかゼクシー持ったら、ゼクシー持ってたら察して、あこういう人彼氏できたんだって思って。ゼクシー 10冊くらい持ってるから、ヒャナもう持って配信するから、こうやって。でも会った日に結婚意識するってあるよ、本当に。意識した？もうゼクシー買うからよろしく。ということで時間がちょっと迫ってきたということでね、そろそろランキング発表したいと思います。時間がやばい。
13位熊城さん、ありがとうございます。12位菊ちゃん、ありがとうございます。11位夏だな、ありがとうございます。10位ゆうさん、ありがとうございます。9位かいしさん、ありがとうございます。8位ブラックスターさん、ありがとうございます。7位モートレットアマゾンさん、ありがとうございます。6位ハウさん、ありがとうございます。5位倉賀銀志郎さん、ありがとうございます。4位ベベモンさん、ありがとうございます。3位リカさん、ありがとうございます。2位ケンパチさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルル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 ン、コバさんです。ありがとうございます。コバさん、ありがとう、イエイ、ありがとうございます。キャッチフレーズをしたいと思いますけど、もっともっとって言ったら奥もっとって言ってください。いきますよ。もっともっと奥もっと、ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました17歳のんのんこと奥もと編です。よろしくお願いします。なのなら素敵な結婚できると思う、だって。ありがとう。素敵な家庭築こうね、みんなで。ということで皆様、本日もね、見てくださってありがとうございました。ボブにしてから初めてのショールームだったんですけれども、明日はね、もう超絶可愛いイヤリングをして配信したいと思いますので、ぜひまたご覧ください。ということで皆様、本日もご覧いただきありがとうございました。また明日もしたいと思いますので、ぜひ見てください。素敵な家庭なのは間違いない。素敵な家庭を一緒に築いてくれますか。おいで。なんか、小指から開くのむずない？こっちはいける。小指から開くのむずない、これ。こっちはいける。おいで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 ポーズ。ありがとうございました。